こんにちは、久しぶりでございます。ということで早速見ていきましょう。今日は東急大井町線に乗っていきます。今回のタイトルは関西ではもう見られないものということで、東急大井町線にそのようなものがあると聞きましたので、それを見ていきたいと思います。といってもただ通過するというか寄っただけ、実際にその駅に降りているわけではないのであんまり面白くはないと思いますが、どうぞ最後までご覧ください。さて二子玉川を出まして、ここから大井町方面へ行きます。途中自由が丘まで乗っていく予定ですね。大井町線急線系の独特な響きを響かせながら列車は発車しておきまして、大井町線いろんな駅に停まっていくことになります。次は等々力に停まります。さて大井町線というのはこのように東京の都心というわけではないですが、そこそこ郊外の栄えているあたりをずっと走っていくわけですね。周りにはたくさんの民家やら踏切、それからですねたくさんの商業施設があるというわけでございますが、そこの中を駆け抜けていくように5両から7両編成の小さな列車が走っていくと、そういうわけでございます。さて等々力小山台ときまして、次は九品仏という駅に停まります。今の放送が聞こえたと思います。こちらにも書かれております、このドアは九品仏では開きません。放送では九品仏では後ろ側1両が扉が開かないということを放送でありましたが、まもなく九品仏に停まります。そして僕が今乗っているのは7両編成あるうちの一番後ろの車両に乗っていることになります。向かい側には100周年のラッピングが施された大井町線の車両が、そしてなんだか変なホームに到着しました。そして向かい側にも列車が通過していきますが、ここがもう九品仏駅に到着ということです。この木のホーム、仮設ホームみたいなのは車掌さんが確認する、または運転手の車掌さんがこう降りて確認できるようにということなんですが、実際に今このドアは九品仏では開きませんということで、後ろ側車両開いていないということになります。ではここから九品仏の発車していく様子を見ていきましょう。電車が発車していきまして、ここに踏切がありまして、でここにホームドア、6両分のホームドアがあります。九品仏駅、そしてこちら側を見てみるとまた踏切、ちょっと一瞬でしたが踏切が2箇所あるということになります。さて今回は一瞬でしたが、このように関西では絶滅したですねドアカットというねことが行われる九品仏を見ていきました。九品仏駅っていうのは基本的に踏切と踏切に阻まれていまして、駅をたくさん増設することが長くすることができなかったため、今のように後ろ1両だけ開かないということが起こっているようです。ついこの間4月頃に関西では山陽電鉄の大塩駅の上り線のドアカットを廃止をもちまして、もう見ることができない、そういう風になっております。ということでここまでご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。今回は一瞬でしたね。さようなら。